聖書を拝読いたします。コリント人への第二の手紙、第九章三節です。新約聖書287ページです。この箇所から、あなたを飛ませる力と題して、田中信夫牧師に説教を取り継いでいただきます。それでは聖書を拝読いたします。第二コリント書九章八節。神は あなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常に全てのことに満ち足らせ、べての良い技に賜ませる力のある方なのである。一言お祈りをさせていただきます。天の地になり神様。実りの秋にふさわしくお一人一人が、神様との豊かな交わりのゆえに、 豊かな身を、喜びを、悲しみを宝に変えて、今日も礼拝に集うことができ、今私たちの、神の家族がご一緒に、日本の各地からまた世界から、今このよ礼拝を守ることができる恵みを感謝します。この時でなければならないお人々の必要を、すでにあなたが備えられていることを心から感謝し、 イエス・キリストの皆におって祈ります。アーメン。皆さんも毎日の生活の中でね、こう、あの言葉を忘れられないな、ね。特にこう、励ましやエネルギーになる。そういう言葉をお聞きになったり、まあ、あなたがお語りになるっていうかね。で、あなたはさりげないから、あの、うん、忘れててもね。 相手の人はいつまでも覚えているってことありますよね。私のもう幼少期から一緒のね、お友達が、磯貝さんがいらっしゃいます。この間もね。というか私が小学校ね、1、年生の頃、この街を納豆漁する。大変このね、えー、私もそうでしたけども、豊かでないご生活の中にありましたから、この塔を開けるとですね、 あの真ん中に火を燃やしてあってそこに鍋でね煮物をすると今の若い人にはそういう情景がね思い浮かばないかもしれませんけどそうすると私にね「いや納豆を買うお金がないけれどお前寒そうだな日に当たってけ」と言ってねもう彼女覚えてるんですね私が若いになるまでね。 あの、当たってね、日に当たって、そしてまた、納豆、納豆と売りに行ったというね。もうね、もう何十年ももう60年、70年も前になりますけど、<laughs> あの、お前よとね、うちの方で言うの、お前こういったの覚えてるって言ったらね、覚えてないってね、そういう話もあったりしてね、いろいろ、うん。忘れてることもね、でもね、この間ね、びっくりした。皆さんもうその人ね、 お母さんになって子供も大きいので、もう孫ができる。それが私がこういった言葉から人生が変わったというね。私が言ったんじゃなくて、私のうちにいらっしゃるね、その、あの方が語られた。そう思うんですけどね。その昔ね、まあ毎週ほら、ね、この米沢あると、東京に名古屋に大阪、そして時には飛行機に乗ってということをするわけですけど、 ある時ね、その、もうね、いろんなお店があると、そこの中の一角に、マッサージをするとこがあってね。で、そこで、そしてそのお話ししてる間に、自己啓発のね、そういうお話が好きだっていうのことをおっしゃったので、じゃあ、僕のね、拙い本を読んでくれるかなって言ってね、差し上げて、まあ、そんな風にして、お話をして、で、ある時ね、ちょうど今頃の、だいぶこう、 寒さもね、冬に向かう、そんな時だしたね、街灯を着てたのよ。ね。そして街灯を着てって、そして、あの、うん、出てね、そして忘れて30歩ぐらい行ったところにね、あ忘れたと思って、戻ったら、その彼女もね、あの、うーん、27、8だったかな、独身だと思う。 そんなにね、美人というほどの美人でも、だって、普通の、役員のことでしたけど。いや、この、これ言うのはね、その後の話とは影響するもんですからね、ちょっとそれでね、あの、田中さんってこう言ってね、あら、忘れたって言った時に、私がなんて言ったと思うか、なんてよく聞くんですけどね。いや、ダメなんで俺ね、美人に会うとうすぐこうなっちゃうんだよと、見え見えですものね。私はこう言った。 いやそれは彼女はね思い出しこう言ったんだよ。めったないことで10年に1回あるかどうかなんだけれど美しい人に出会うとコートを忘れるそういうところがあってねと言ったのよ。<laughs> そしたらね皆さん秋の真っ赤な紅葉をしのぐようなねてっぺんから足先にブッ になったのそれ私も覚えてるでもね、何、そしたらね、その人はこう言ったんで、あの一言がね、自分の人生変えたって言うんですよ。ねえ。皆さんは悪いことばっかり言ってるようにもでしょう。ねえ。ほら、さっきは次から次へなんてね、余計なことでしたけどでも、そうですよね。何かこう、だから人間の言葉ではなくて、ねえ、言葉を聞かせてくださいという賛美がありましたけれど、 確かなね、命ある言葉が、一瞬にしてね、私たちの言葉は、でもあの方の言葉が人生を変える。そういう体験をなさり、またそういう言葉を人々にね、皆さんがお伝えくださっているわけで。というわけで、もう毎週、電車に乗り、あちらこちらに行かせていただいて、よいざはね、俺たちが守るから、おぼちゃん殿堂に行け、と、 もう来た当初から言われて、今もそんなことをさせていただいているわけですけども、ですから、電車や飛行機に乗りますと、隣にいらっしゃる方に、先代の牧先生は、人を見たら弓道車弓道者と思え、という、そういうふうにいつもおっしゃってましたけれど、ですからね、お話をして、そしてその状況においてね、パンフレットを差し上げたり、時にさっきのようにね、本を差し上げたりっていうようなことをするんですが、 へえと、ある人はこう言ったんです。ところでその、キリスト教の神様ってどういう神様ってこう聞いた。ねえ。すべての人がそう聞いてくださるわけではないけれど、キリスト教の神様ってどういう神様そこで、今日のこの言葉です。キリスト教の神様とは、すべての良い技に富ませる力のある方。パウル先生が、ねえ。 私はこう考える。もともとこの聖書の箇所は、神様に心いっぱいね、感謝の捧げ物をしましょう。豊かに巻く人は豊かに刈り取るというところで言われた言葉ですけれども、神様って、キリスト教の神様ってどういう神様すべての良い技に富ませる力のあるお方がキリスト教の神様ですよ。そこで、そう聞いてくださった方に3つのお話をしました。 すなわち、良い技、技ってどういうことなのか。そしで、富ませる、富むというね、知恵に富む、思いに富む様々なね、この宝があろうかと思い、富むとはどういうことなのか。そして、神様は力ある方、この力、要するに技と、そして、この富むということと、力という言葉を分かりやすく、 一時間ちょっとでしたかねでもその人がこう言ったんですよ。私はその神を信じるって。ええー。そして今ね、長野で実際に、あのーう、私たちの,あの、ね、グループ、宗派というのは違い,そう違いますけど、そこの、ね、教会にね、熱、ね、心に通っていらっしゃる。皆さん、ね、私たちの信じる神様はどういう方 技に、ね、富ませる、力ある。この三つ聞いて、クリスチャンになった人もいる。皆さんは既にクリスチャンになられて、そうですね、今日、今日お持ち帰りになって、どなたかに、ね、私の信じる神様はね、良い技に富ませる、力ある方だっていうことを、ぜひあなたもご自分のものにも然になさっているところを、さらに強固にしてね、 誰かにしっかりとそれを、そしてその方も、混沌としたこの時代に、いやあ、あなたがやがて天国に行く、ね。そうすると、はい、あなたに、あなたの信じている神様を紹介してもらって、私もここに来ることになりました。そういう天国の、ね、庭で簡単していることがあなたにも見えてくるのではないでしょうか。そこで今日はですね、良い技。 トムということはどういうことなのか、キリスト教の神様の力というのはどういう様々な角度があろうかと思いますが、この良い技っていうのは、技というのはね、今までこちらをご覧ください。求められてたものは、どういうものがね、価値あるものか。えやっぱり長い間貧乏のね、こう時代を過ごした私のその納豆ルの話じゃないですけれども、やっぱりこのね、 こう、一生懸命勉強して、ま、せめて大学ぐらいでなければ。ね、技っていうのは、ある意味においては学歴。うん。そしてやっぱり、こう、やっぱり年取ったらダメだ。ね。やっぱり若いうちだ。というようなことの、でもね、その、あるいはですね、身体能力様々。でも今、そういうものもあってもいいんです。みんな今の技。今必要としているものは何かというと、そうですよね。 実際に学歴年齢問いませんよ。例えば今仕事に行って、まあもちろんそういうことを言うとこもあるでしょうけど、大方ね、その一流企業でもね、学歴年齢問いません。ね、あなたの技、あなたが必要なこの時代にね、必要な何ができるかということを問われる。まさに良い技というのはね、まさにそういう時代であっ まさにそういう時代が、今私たちが、ですから良い技というのは、あなたに与えられた神様からの、この間小学生が賜物神様からの贈り物で、自分には二つの技があるという、そういう体験談を皆さんご一緒に聞きましたね。それはですね、この人に関わりをすることと、そして音楽、ピアノの弾けることっていうようなことでね。さあ皆さん、あなたにとってね、 これからの時代生きるのに、もうすでに、でも今までせっかくね、こう、時間をかけて身につけた能力も、もう AI の時代でもうそれがいらなくなって、次のね、次のこの時代に必要とする良い技を、皆さん、技、柔道でも技ありなんて言葉がありますね。 この有効ポイントじゃなくて、一本の技によって、勝敗が決せられるように、あなたのこれからの時代に、様々な状況を混沌とし、ねでも、私の信じる神様は、この時代に、私のすでにあるものの良い技を引き出してくださって、そしてそれを成し遂げることができるんだ。皆さん、あなたに命を与えた、 天のお父様は、どうか私に、今までこういう仕事をしてきたけれど、もうそういう仕事がいらない時代になりました。まあ、若い時には体力があってできましたけど、もう年取ってできなくなったけれど、まだまだ人生ね、二毛作三毛作の時代と言われるこの時代に。どうぞ、私にあなたがくださっているね、贈り物を教えてください。そしてあなたに会って、それをね、育て、 豊かにし、使い物になるように、よろしくというあなたの願いはね、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのが、あなたに命を与えた創造主の神様です。創生者は約束しているのです。ただ問題は、やっぱり年を取れば取るほどね、やっぱり何が面倒かと言って、変化するのが辛いね。 だって若い時には子供の時にはね、昨日できなかったことが今日できるようになる。ね、私もね、80歳で昨日できたことが今日が億劫になる。やがてできなくなる。あ、いや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 。でも大丈夫ですよ。あなたがね、あなたにしかできない。ね、あなたが、あなたならではの良き技ができるように、すでに備えられている。 さあ、その時にね、やっぱりこう今までこうだったな、ああだったな、もうどうしていいがわからない、そういうことが思うけれど、ね、皆さん、神様に祈ってごらんなさい。ね、そういう古いのに別れを告げることに、ね、惜しげもなく、あまりにも神様の約束の確かさのゆえに、もろもろの過去のものやし,しがらみがね、いつの間にか解き放たれて、前に前進。 そこに、山木氏という名前ねそこに名前を書かせてもらって、ご家族にもね、許可を得てお話をしてるんですが、前のこの教会の近くにね、え山木さんという八百屋さんがありました。大々ずっと八百屋さんで、この市内にいくつもの山木さんという八百屋さんがあったんですが、だんだんその時代とともにね、このスーパーになり、 単独一軒の八百屋さんがね、えー、なかなか大変という時代に、この山木さんというね、えー、お父さんは工場協会が大好きで、よく教会にいらして,てね。そして、何かがあるとですね、先生祈ってくれでもある日ね、こうおっしゃったんです。いやーね、この今八百屋一応やってるんだけど、ね、どんどん時代が変わっていく。そしてね、 新しいうどん屋を始めたいんだけど、全然違うんだと。ね。そして何よりも、ご先祖に申し上げない。え、ね、え。そしてこの、このね、お店を壊すのにね、決断がつかない。ね。いや、こんなに自分がね、いざとなったらね、もう、福島の経済学部を出て非常に優秀な彼でしたから、それいろいろよくね、お話をしたのを、 でもね、いざ肝心な我がことになって、本音にこう、うん、来るとね、カタカタ、カタカタと震えている自分。え高先生、もううちね、壊すことになったから来て祈ってくんねえか行きましたよ。帰りは祈りちんつして大根とほうれん草をもらって帰ったの忘れもしない。話を戻して、ね。そして祈った後彼はすっきりとして、はい。 俺がやるんでもなく、ご先祖様をいろいろ思うけれどえ、私には命を与えた神様がくださったとそう信じてね、ちょうどそのお隣に、ね、この教会の関係者の人が大きな土地を貸してくださったりして、とてもね、いろんな好循環が続いて何を申し上げたい。確かに、新しいことを成すというのは、私たちにとってはね、本当に不安であり、できるかな、 子供の、あるいはね、若い時ならば、昨日できなかったことが今日できる、そういう時代になる。いざ知らず、昨日やったことが今日できないという、この逆光にね、流れに逆らうようなことができるのは、天地万物を作られた全能の神様に、どうぞ神様、これからの生きる時代に私の生きる術をね、与えてください。そして、私しかできないことを、 そこに T 氏と書いてあるのは、そこにいらっしゃる鶴巻さんのことなんですけども、そうそうそう、あなたよ、あなた、あなた。手を挙げて。ちゃんと聞こえてる聞こえてる。耳が遠くなったから、大丈夫ね。大丈夫、はい。この方は遠くからね、いらっした方なんですけど、やがて米沢ね、去ってやっぱりふるさとに帰る。で、どうやって食べて生きていこうかな。そして彼女は決めたんですね。そうだ。 慶長ボランティアをしよう。いいね。私はね、皆様にこれおすすめなんです。なぜかというと、その、ボケないのはね、この、こういう、こう、心のね、関わりをする人はボケない。ボケてる人は治る。いや、そうは、言えるかどうかわかんない。ね。で、つまきさんを言うのは、慶長ボランティアができそうだ。いろんな人の交わりを聞きながらね、 で、今日のおすすめメインコラー商品なんですけどね。これからどうやって自分の生きがいと生きるね、多少のこの、あの、経済的なもの。この、経聴ボランティアが一番。だって、何もね、喋んなくてもいいんだもん。ただね、お伺いするだけだから。ね。おで、喋りたい人ね。で、喋れない人もいいよね。もともと喋れないんだから。喋りたい人にとってはそれはね、苦痛だと思う。喋っていけないんだもん。話せないんだから。 ね。もう,う,う、でも神様に祈って、実際に、このもう40年もやってるトータルカウンセリングでね、たくさんの人が勉強して、精神科のお医者さんも、学校の先生も、裁判官の人も様々やりましたけど、もう学歴もね、小学校半分のおばあちゃんがね、この、おカウンセリングっていうのを勉強して、傾聴、お話を聞く、それだけだよ。うーん、うんって言うんだ、だけなんだよ。 そして、お金はね、その、箱置いてて、自由に入れてってもらうの。100円の人もいるって。でもね、1万円の人もいる。3万円の人もいるって。3万円の人はだけ来てくださいってうわけにいかないよ。3万だからみんな。わかんない,い。それでね、私はね、ほら、80の手習い、私ね、手習いというのはこの習字のことですけど、今までこう、 で、特に今聞いていらっしゃる人のために、この、慶長ボランティアってのは、そう簡単ではない。3級から入る。3級やって、2級やって、1級やって、師範師範になると、そういう生徒さんをね、この、指導できるように。そして、ほら、ね、この、3級から練習すればいいわけですよね。で、3級はお金もらえないね。大概帰りに3級ぐらいでね、まあ。で、2級、1級、うーん。 私もあの、早速ね、始めますからね。どうぞ今聞いてらっしゃるあなたもね、あの、その授業料もね、箱いてやるなけね。だから、あの、入ったの持っていっちゃダメよあ。余計なことでしたけど。経営長ボランティア呼ばず技という何を言いたいかというと、これから生きる時代に、あなたはどうやって生きていこうかな。生きがい。多少のこのお小遣いも必要だ。年金だけは足りない。 という人に誰でもできるのが、この、慶長ボランティア。長年の工場協会何十年も、その、カウンセリングというね、この、そういうことがなかった駆け出しをね、から、工場協会始めてね。今もたくさん広がってますが。で、もう一回戻って、慶長ボランティアの、この、ノウハウをね、皆さんに、タダで教える。こういうことですよ。3級、2級、1級、市販。 こういうふうになってますからね。まあ何にもまだ始めてない予定だが立ったというね。皆さん、技というのは、これから生きる神様から与えられる能力をあなた発揮できるよ。そして、キリスト教の神様は、良き技に富ませる力のある方、二番目は富ませるということです。富むというのは皆さんね、そうですよね。芸術的なアート、 ね、アートの世界に富むこともあるでしょうし感性のこともあるでしょうしさまざまなね富むという世界にはもう終わりがないと思いますがでもやはり先ほどのお話じゃないですけれどもやはりこう生きる糧としてね私はね掃除のおばさんをしていた人がいましたけど掃除は疲れると言ってね今そのボラ,警長ボランティアをして政教を立てている方がおられますがこのうーんやっぱりこう基本的にはね やっぱりこう生きるこうすべというか、非常にこう現実的な話ですが。だからと言って、その神様を信じるとみんな金持ちになるって話じゃないよ。その聖書がパオロ先生が言ってここに書いてあるように、もともとトムという意味はね、貧乏が金持ちになるというトムもあるけれど、本物のトムっていうのは貧しくあったとしても、豊かであったとしても、どっちも大丈夫。こういう世界ですから。 ですから、パウロ先生の、私は貧に処する道をも知っており、富におる道をも知っている、こう書いてある通りですね。今週の木曜日には、世界的な音楽を携えてウィンからやってきてくださる、その音楽の合間にですね、どんな時も大丈夫というね、宗教的なお話ではなく、一般の人が聞いて分かる話を短くしますが、そのタイトルは、どんな時も大丈夫。 この間言いましたように、今の高校生はものを断るときに大丈夫、大丈夫って言って断るって話をしましたけれど、この大丈夫。つまり、どんなとき、がんになっても、貧乏でも金持ちでも、ねどんなときも、こ揺るがないっていうか、そこに絶えず、微笑みがある。そのコツを、その木曜日にお話をしますが、飛ばせる。でも、一つ焦点合わせるならば、 やはりこの、目に見えるね、この物質的な豊かさ。皆さんあまりそういうことにも興味がないっていうか、そういうところをはるかに超えていらっしゃる人もいるかもしれない。しかしあなたが神様をお伝えするときに皆さんはやはりね、基本的な今日食べるものからスタートするっていう意味においてはね。ですから私はそこに、富むことへのあなたの考えは何ですかと書いてあります。いや特に日本人はね、 そのお金のこと。ね。そういうことをあまりこう語ることよしとしないところがありますね。ですから私もアメリカにいてびっくりしました。その牧先生同士のね、牧師会たちがね、アメリカの人が集まるときによく株の話をするんです。大根じゃないですよ。株の話をする。で、私もね、そこ、ね、なんだそのね、株なんかとかっていうふうに思ってましたけどね。アメリカで小学生の時からそういう授業を受けるというね。 ま、この経済的な豊かさということね。ですから私はそこで、あなたはそういう富ということに対してどう考えますかということを書いたんですが、で、そこにね、日野原善介先生と日野原重明先生という名前を書いたのは、非常に私に大きな影響を与えてくださったからです。 井上原新月先生というのは、生緑化病院をね、立派にこう立て上げて、そして100歳過ぎても現役でね、バリバリ働かれて、私たち夫婦が大変大変可愛がってもらった。そして、もうあまりこう本にお書きにならないこと。ね、そういう話をよくね、私たち夫婦にしてくださったんです。 で、その中で忘れられないのは、日野原先生のお父さん牧師先生で、広島女学院っていうミッションスクールのね、委員長をしたときに、この日野原先生の善助先生はアメリカでね、そういうふうに富におる道も、貧に、つまりね、豊かさということに対して、何のね、こう、こだわりもない。そこで広島に行ったときに、この大きなですね、土地をですね、この郊外の土地を買ったために、散々叩かれて、 クビになったんだよ。何考えてんだえー、キリスト教の牧師さん、とんでもないってってね。そしてね、もう、そしてお父さんが広島から帰ってきてね、その息子であるこの先生がね、えー、その辺のや,やりとりを、本当に私たちにつぶさんに語ってくださったのを昨日のようにね、やっぱりあまり語りなか、語れなかったからかな。でもね、 そのことによって、広島女学院が大変な窮地を救われて、その広大な土地でね、この豊かな潤いと大きな発展をなって、そしてね、このお父さんの銅像が立つときにはお父さんがいなくて、ね、で、息子の重役先生にどうぞって言われて行ったっちゅうんだ。ねえ。そして、今度日野原先生が言うにはね、多賀先生ってね、しっかりね、連動して、 一つにはね、この先生がよく言ったのは、自分もね、牧師を期待されてたんだと。ね、お父さんにね。でも自分は医者になったと。でも、お前よくね、その俺の代わりになってくれたっていう、そういうあたりもね、こう、かわがられた原因の一つかもしれないんだけど、こう言ったんです。この、え、せい病院を単立にね、するっていうのは大変なことで、 その前にお父さんのそのね、富を売るね、神様の祝福をして、でっかいビルをね、50階何十階ビルをね、2棟を建ててね、年間50億のね、そこからね、収入が入るんだ。それでもってね、その回してるんだよっていうね。そしてこう言ったんだよ。もしお金で不自由したらね、僕に言えって。言う前に死んじゃった。<laughs> 言っときゃよかった。そんなことない。 言わないって分かってて聞いたんじゃないかっていう説もありますけどね。何を申し上げたい皆さん、何かクリスチャンと言うとね、なんか貧相にして貧しくしてるとね、いいな。よく言われましたもの。先生がああいうボロな車に乗ってると私たちね、本当にこほっとするわってね。もう事故にあって死んだらどうするんだと思うけどもね。でも、なんとなく分かりますね。あ、誤解しないでね。だからと言って贅沢してわがままになれってことじゃないんだよ。 大いに祝されて、大いにあなたがね、潤い。そしてまた何よりも、人々のために、神様の栄光のために、ね、飛ませてくださる神様に信頼して、そのためにどうするかというと、どうしたらそういうふうに、ね、こう、豊かな、それは簡単。この聖書の、この最初のところにあるように、私はこう考える。豊かに巻くものは豊かに刈り取る。ね、 つまり、与えることですよ。人々に何かこう取引の、こうしてもらったらこうなるんじゃなくて、もう本当に神様のぬくもりいっぱいいただいて、そのぬくもりの、ね、応答としてたくさん差し上げる。そこに、街道建設という言葉はどういう意味かというと、こういうことなんで。ということで、100周年記念ということで、ね、この新しい礼拝堂をね、 今の駐車場に建てる。もう設計図も出来上がり、で皆さんからこういう礼拝堂がいいねってもうすでにご意見がありますが、なんとね、もうすでに町の人々がクリスチャンじゃないよ。田先生、今度また礼拝堂建つんだってな。寄付させてくれよ。この礼拝堂の時にもう、町のね、教会でない方がね、もう500万円現金でね、これをっていう風にね、そういう人たちがおられましたけれど、 へえ、どうして、そういう人がいるのってよく聞かれる。それは簡単。法上協会ではね、皆さんと一緒に、何かこう問題があれば、ね、その、様々な人々にね、この、喜んでね、つまり、豊かに巻く、喜んで差し上げるということをね、なんかしてもらうためじゃなくてね、そうするとされた方はね、うん。 今、あのあ、各地からね、ざまな人が宿題を持ってくるでしょそうすると、ニコニコ寮やね、まああの、昔、その建物をね、タダで貸すっていう方もおられてね、そこを借りたんです。そして、その前のうちにね、あの、ご挨拶に行ったらね、うん、それに何するんだってこう言われたの。だからそのまま、いや、こういうね、不登校やね、こういう人たちが今度そこに泊まれてたらね、大反対えその、とんでもない その辺にたむろされて困るから、だがやんたいっつね。もう大変にね、お叱り受けたのよ。ねそしてね、3年ぐらいしたらね、見覚えのあるおじさんが来た。確か覚えてる。それやっぱり、じっと見たためか、覚えてっかって言ったから、忘れました。いやー、だったらいいがったけんどよ。 おらいの三男坊よ、不登校で学校生いがねえのよ。あっちこっち行ったらよ、工場協会さえ行ってみろって聞いたくねえこと言うんだよな。まあみろなんてその思っても言わない。だってほら、さっきのお嬢さんみたいにさ、次から次へとって書かれるから。でも、知らないことにしてでないですけど、 そのね、しばらく、もうたくさんのスタッフの方もおられたからですけど、ほどなくして元気で学校に行った。その方もね、礼拝堂を建てるという時には、これな、年取ってからのためにとっといどいだやつだけんとな、立派な働きするものな、俺が扱うよりも、年取ったら旅行さでも言うべえと思ってたけども、先生の、 礼拝堂つった、そっつぁな。柱の一本にでもなったらいいんでねえかい私言いました。柱にあなたの名前書いとくからな、なんて言わなかったけどね。何を言いたい豊かに富むことは簡単だよ。もっと自分のために、もっと自分のためにという欲。でも、それでいいの。それが自分のために来るためには、え言葉においても、 行いにおいても、時間においてもね、豊かに巻いて、豊かに刈り取るんだよ。それが、飛ばせる。うーん。力ある方。この方がキリスト教の神様だ。力あるっていうのは、どんな力を皆さん欲しいですかそこに、知力。ね、知識の時代ですもんね。情報の時代。経済力は先ほど言いましたね。人間関係力。 これが全てだという人がいっぱいいますけどね。それから、体力。そしてまた、えー、一番根幹なの霊力。そして、その次に、体力が一番と書いてあるね。そしたら、高木先生が、ね、これは霊力の間違いでないかってね、そうおっしゃった。で、私も間違いでないよって言ったんです。いいですか皆さんね、何が一番力と必要かっていうと、いい例えば、経済力はあってもよ。 頭が良くてね、知識があってもね、あなたがどんなに美人でハンサムでもよ、体力が勝負だもの。あの、大学の先生がおられるからね、気をつけながら話すんですけども、実際ある時気つけて話したらね、わざわざその後、先生、あれは正しいって言われてたら正しい話するよ。あの、大学の教授会っていうのあるらしい。 頭のいい先生方が集まってね。ああでもないか、こうでもないかっていうね、いろいろ議論するらしい。そして、最後にね、その通る、その意見が通るのは、立派なことを言う人。ね。そういう人ではないって。体力があって、最後まで残れる人の意見が通るんだと。いやー、現実って申し上げいね。 そして、そんなこと言っていいのかなと思って、ある時それ言ったらね、二人の大学の先生、あれは真実です。先生は残る方ですかいや、私は先に帰ろうです。そういうね、早稲田の先生の話を思い出しますけど、何を申し上げたい神様は力を下さる。分かった。その力はね、皆さん、体力だよ。だってお金いくらあったって、学問あったってね、もう皆さん、 体力がなければ、そこにお金落ちてたって、膝痛いんだっ,ったら、膝痛くない人が先に拾うべも。ちょっと、ちょっと、な、でしたね。はいはいはい。体力ですよ。体力。体力のためには、栄養、睡眠、運動だそうだ。皆さん、ちゃんとしたもの食べてますか ねえ。意外とこう、ジャンクフードなんて言葉がありますけども。ねえ。だいたい美味しいものはだ、ねうん。まあその時代時代によってね、この説も様々ですけども。まあ昔から玄米がいいというね、うん。玄米を召し上がってる人、うん。白米の人もいるかな。いろいろでしょうけれど、うん。やっぱりこの睡眠。 ねえ、このうん、その辺もね、いろんな、こ,そう,こういう話をすると、いろんな情報をね、私にくださる人がいますが、この運動。まあ、その、この運動もね、その時代時代様々でね、例えばジョギングがいいって言ってね、でジョギングしてし、中に死んだ人もいるからね、だからこれなかなか難しい。で、まあ、 やっぱりあなたにあった栄養やあなたにあったね、睡眠やあなたによって、やっぱりこう夜しっかり寝ないとね、礼拝中に眠ると、うん、こところまで余計なことでした。運動、いいですね。何を言いたいか。体力をね、消耗するのは何だと思うストレスなのよ。皆さん一生懸命楽しく働いてね、そうやって疲れたね、 それはぐっすり眠れるしね、リカバリーするんだけど、体力の敵はね、ストレスなんだよ。と、今、どの時代、どのお医者さんに聞いても、みんな言いますね、ストレスだ。そして、ストレスが非常に多い時代。で、そのストレスのために、様々な薬がある。薬を飲みすぎて、飲みすぎの薬のための薬もある時代だよ。 うん皆さんはどうですか特に仕事に行って、こうね、非常にこう葛藤する職場の人間関係。ね人間関係、人との関係は全部自分との関係ですから。わかりましたか人との関係は自分との関係ですよ。もう長いことですね、工場協会に変わっているですね、一人のレディーが昨日の朝、 彼女はミーティングショーをしてもしてです。もうこの会場に入れない。教会に来ることも大変な人でした。でも、この教会に来て入れるようになり、今はね、みんなと同じように交わることができるようになった人がこういうふうに今朝、昨日の朝おっしゃった。見えてくるね、ストレスというのは人間関係。人との関係は自分との関係。 いいですね。ついてきましたね。その自分との関係の中で、自分が見えてくると、やっぱりね、なんで私はこういうとこダメなんだべ。私はこういうね、我が強いからだろうか。私は欲張りなんだろうか。あの時ちゃんとしてないから今こうなったのかな。やはりね、どうしても、この自分との関わりの中で、こう、自分を責めるんだね。うーん。 そして最終的に、ね、自分を責める。で、それが元に立って仕事でももろもろにストレスとなってそれが体力を奪うんだよ。そうすると見えてくる、見えてくる自分に自分のああ、そこが汚れている。あそこであんなことを言った。そのたびに言うことはそれでいいんだよ。それでいいんだよ。 皆さんね、誰も言ってくれない。だって、そう言うだけのエネルギーもないしね、俺もダメだからお前もダメだってこう足の引っ張り合いはあってもね、少なくても、全てのことに豊かに富ませる力ある方は、いいですか本当の健康な親だから、どんな子供を見てもね、子供の全てをそれでいいんだよ、 地上の親でなく、あなたを作られた天のお父様は、あなたのどんな姿を見ても、それでいいんだよ。それで、昨日言ったね、その入ってこれなかった人が、そういうふうに言えって言われたので、それでいいんだよ。ガクッとくる。それでいいんだよ。ね。それでいいんだよって言っても、全然効き目がなかった。ね。 ところが最近、ね。ぽっと、そう言って、パッとね、ほっとするときがある。闇夜の鉄砲ってうんだよ。闇夜の鉄砲っていうのは暗いから、撃っても何にも役立たないっていうのが闇夜の鉄砲っていう意味なの。ね。でも、そういう風にそれでいいんだよ。それでいいんだよ。とね。イエス様が、 神様に言われ、イエス様が、そのような応答をしたように、いやいや、私たちのお父様はね、人や私がどう思うと、ね、もうすでに神の作品、すでにあなたをあがなった。もちろんね、取った取らない、嘘をついてつかないっていう、そこはじゃなくて、そうせずに折れない、あなたの最終的な存在、命に対し、それでいいんだよ。皆さんもう今週、 いろんなことがあって、ふっとこう自分を責めたくなった時に、それでいいんだよ。そうすると、ね、暗闇でも当たる時がある。そうしたらね、当たる方向にだけ動いてばいいんですよ。そう、必ず結果としてね、あれ私もこんな風に平安だ。ねまあ、年を取ったから大変だと思ったけど、80の手習いでも、こんなことができるようになった。うん。 そしてね、こう精神的にも経済的にもゆとりができた。そして一番大切な力はさまざまな力があるけれど、体力はね、ストレスができ、でもストレスの大元は自分を責めていた。でも、私の愛する子。もうあなたを買い取って、私の子供だよ。その方が、それでいい。ですからあなたがその通りね、それでいいんだよ。 それでいいんだよ。皆さんがそれを繰り返し繰り返しね、え、ね、え、あなたの好きな御言葉をそらんじている御言葉と一緒にね、それでいいんだよ。そうすると、それは精霊様によって、ね、あなたの思いじゃなくそう願いを起こさせ、そうかつ実現に至らせるね、イエス様を通して私はイエス様を救いぬと信じますという暗証番号を入れると、神様のね、力、それを精霊と言いますけど、 そのことがあなたに宿って、私は命じる御霊によって、精霊様によって歩きなさい。そうすれば肉の欲っていうのはどういうことかと、ストレスから解放されますよ。主の霊、主は神様は霊である。そして、主の霊のあるところには自由、とらわれない、ストレスフリーな人生がありますよ。どうかこのことをこの一週間もしっかりとね、心に留めて、ぜひあなたも、 キリスト教の神様って三つなんだよ。それはね、あらゆる技に、富ませ。そして、その力ある方。この方がね、天地万物を作られたね、あなたを作られた神様だよ。あなたもそれを理解し、今週どのよなかに、その方が、方を紹介できたらいいですね。お祈りします。